が集まるっていうのは仕方ないことなのかなっていう。人柱説はないの？ここに関しては俺おすすめできへんかな。ガチやからさ。もちろんよ。落盤事故があったのも仕方ない。うわ、足音、生き埋めになったっていうことじゃない。そうだよ、ね、はい、これ以上ちょっと検証はできません。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、白北公園の仙人使いに来ております。でこちらの場所なんですけど、まあ、第二次世界大戦で大阪で空襲があった際に多くの方が淀川の方に、まあ、入って身を潜めたわけね。はい、うん、まあ、そこで何千人という方が亡くなってるんですけど、身元不明のをそこで火葬して、その上に、慰霊の目的で作られたのが仙人使いと言われています。その大阪に住んで30年経つんですかね、はい、大阪で有名なイベント行事で淀川の花火があるんですけど、今僕たちがこのいる場所っていうのが仙人塚って言われる場所 で、はい、でこの目の前にちょっともう暗くて見えないんですけど、まあ、そこ淀川なんですよ、はい、でずっとまっすぐ行ったら淀川橋があったりとか、はい、その奥行ったら重曹大橋があったりとか、はい、普段からまあ通勤で使う方も多分多いと思うんですけど、淀川の花火も皆さん来られたことあると思うんですけど、この淀川で昔にそういうことがあったと。はい、知らんかってんだ俺は。大阪自体は空襲は8回ぐらいあったみたいです。あるよね。ただこういった場所があったとか、淀川自体がそういう川っていうのはもう全く知らんかったから、はい、まあ、今回撮影で名前が、まあ、リストに入ってて、はい、まあ、そうなんやっていうふうに、うん、思いましたね。すごい立派な場所ですね。今日なんか大阪回ってて2軒目かな、橋が、はい、1軒目もなんかこの戦国時代の話で、はい、この川一帯がっていう、あの辺に関してはディエゴも知らんうちに何回も渡ってるような橋だから、はいはいはい、まあ、過去にそういうことがあったから、あの悪い場所っていうことは全然ない、はい、それは全然ないですし、まあ、あのしっかり供養はされてるかなっていうふうに思うんですけど、もちろん成仏しきれてない霊もいてて当たり前なので、まあここに霊が集まるっていうのは仕方ないことなのかなっていう。なので、まあ心霊スポットっていう感じの場所ではないですけど、普段であれば飛ばすような内容なんかなっていうふうに思いますし、でもなんかあえて僕大阪でこの辺りは詳しいつもりだったんで、淀川って過去にそういうことがあったんだよっていう、それをまあ今回動画にしたかったなっていう、そんな感じですかね。ただね、普通に一旦ちょっとその話から離れるんですけど、すっごい暗いリバーサイドですよね、はい、さっきのマラソンのおっちゃんすげえ、すげえですね。こんなとこちょっと俺この暗さで来られへんぞみたいなこと言ってる時、普通にジョギングしとったやん、はい、懐中電灯持ってなかったやん。持ってなかったっす。そんな、はい、尊敬する憧れるかな。はい、淀川の花火知ってますか？なんか、まあ、もちろん見たことはないですけど、うん、聞いたことありますよ。淀川ってなんかそう、福岡にいる時からやっぱ名前は聞きますね。そうなの、はい、まあ、花火はでもほんま有名やと思うわ。一回見に行ったことないけどな人混みちょっと苦手でこんなめっちゃ喋っててカメラ大好きみたいな、はい、こんなやつが人混みめちゃめちゃ苦手で、もうついでに言うとくかなと思うんですけど、僕鬼人見知りなんですよ。あの3人以上基本的に無理なんですよね。かもう50人以上かって、50人以上やったらもう誰と目合うかなって分かれへんから、はいはい、いけるんですけど、人見知りなんですよ。だからよく喋るのかもしれないですね。あ、でも移動中の車内はもう無言っす全員一言も喋れへんあのおもろいかなと思ってストーリーで、はい、移動中の車内誰も喋れへん、はい、パート2みたいな感じで言ったけど、はいはいはい、実は仲悪いのとか本当は喋るんでしょとかいっぱい来てたので、一応誤解と言っておきますけど、あのマジで喋れないですね。
マッチって喋る。鬼の無言ですね。でライブ始まった時だけちょっと喋るようにはしてるんですけど、マジで無言です。仲悪くも別にないです。はい。ただ喋るんですよ。YouTuber ってほんまみんな仲ええの？喋るん、あんな社内でずっと寝てるやろ。どうなんですかね。いや喋るんかな。最近ちょっと、まあ、昔から見てくれてて、はいはい、で俺も、まあ、その見てるチャンネルの一つでレイクレの友や、はい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 、たまに連絡を取り合ったりするんですけど、めっちゃ仲良さそうな YouTuber グループでいつも楽しそうにしてて、多分社内喋ってないと思う。多分喋ってない。喋ってないですか、ね、喋ってないと思う。あの YouTube 的にはすごいキャピキャピしてほんま仲良さそうな友達メンバーで、はいはい、多分喋ってないと思う。喋ってない。聞いとくわそれ一回ですかね。はい、はい、この場所の恐怖レベルはどれぐらいですか。ほんま1ですね。はい、はい、すごいやっぱり淀川は大阪を代表するいい場所ですね。はい、まあ、水は、ね、ちょっとあれですけど、はい、お疲れ様です。こんばんは。はい、柏田トンネルに来ております。でこちらの場所なんですけど、はい、情報によると40年ほど前に女性の霊が出たっていう噂があって、まあ、ちょっとよくわからないんですけど、夜中の2時になるとこの電気が突然消えたりする現象があると言われておりますだけ。はい、時間来たら消えるんじゃん。わかんないですね。わからんな。見るからにまあなんか言われてそうやなっていう感じのトンネルではありますけど、事故が多発してるとかではなくて、はい、近くに処刑場があるとかでもなくて。でもないです。うん、はい、まあ、行ってみるか。行きましょう。落書き監視中。あ、だからやっぱ心霊スポットとか言われるから落書きする人がやっぱ多いな。僕わかんないです。じゃあ、まあ、見ひん。はい。コロコロコミック読んどったやろ。読んでないです。まあ、結構長い感じやけど。はい。このトンネル。まあ、ゆるくだって振り返って。はい。ポツポツライトがついててオレンジ色。はい。薄ぐらい。壁もちょっとまあ。濃いです。雰囲気は20までですね。こういうなんか先入観から女性の霊が来てる。女性を見たと思った。40年前に女性の霊が出た。すごい情報やな。そうなんですよ。ちょっとよくわかんない。女性が出ると言われているじゃなくて40年前以上に女性が出た。はい、女性なんじゃない。女性ですよね。もう女性の霊が出た。ああ、見えたっていう噂。反対側ですね。トリフィールドつけとく。はい、うん、トリフィールドの数値だけ俺測るわ。じゃあ戻ろう。ここからちょっと静かめに行くな。はい、はい、ある。まあ、何かに反応してますね。急に数値が受けたかったな。はい、人が知らせそうはなかったです。うん、何かしらあるんですかね。まあ、ちょっと細かいこと言うと電気通ってるトンネルやから。まあそうっすね。あんまり信憑性に欠けるのよね。ただこっちに出してみたら別に何もなくてみたいな。はい、こっちに反応するわけで、なんか通ってるのかなですかね。俺の中でトリフィールドの見方って一定の場所でずっとこうやってなるのは、はい、あんまり、はい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 、って感じやね。なんかわかるやん。はい、何がそこにある。反応して、はい、なくなって同じ場所でもう一回検証しても慣れへん。それが
なんかトリフィールドの使い方なんだって俺の中で考えてて、はい、これまあ中に何かがあるんやろなっていう。今のトリフィールドの反応は D が見たボールに中に何かあるっていうのが一番近いかな。落書きをしないでください。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？当然1ですね。はい、はい、お疲れ様です。はい、テクラ橋に来ております。テクラ橋、はい、はい、でこの場所なんですけど、うん、戦国時代にここで合戦があったらしくて500人余りの武将がここで亡くなったと言われています。なるほど、はい、でまあこの下に流れている川がもう一面血で染まったと言われています。あ、川ってもうほんま良くないってそっから来てるんかな。そうですかね。まあまあまあ特にじゃあ処刑場があったりとかそういうことではないの。はい、まあその上にかかる橋やから落ち武者の霊が出る的な。はい、まあ、この近くに美ノ原公園っていう公園があるんですけど、あるある、その公園でもまあ同じような理由で、あ、まあ、セットですね。近いからね。はい、なるほどなるほど。その公園にも出ると言われています。この橋ね、まあ、今はね もちろんですけどよく見るような穏やかな川ですね。水きれいな。ほんできれいですね、うん、でもこのきれいな水が昔はもう真っ赤な血で染まってたと。はい、まあ、でもほんまにその末吉さんとかさ阿部さんとかと知り合って、はい、いろんな知識がまあついたわけやんか、はい、その上で考えると一番出やすい例というか人の目に映る例ってこの世に未練を残した例っていうことがまあ分かったわけで、はい、そう考えるとそれがもう大昔かもしれないけど出て当然ないよなって思いますね。はい、うん、何年前ぐらいの話なんですかね。江戸時代って何年前ぐらいなんですかね。知らない知らない。何年前やそれ。だって令和、平成、昭和、大正、大正、江戸、明治です。明治、はい、江戸、はい、で、まあまあ安土桃山とかまあいろいろそうなってね、まあその辺が戦国時代です。ってことはだからもう100年以上前。まあまあそうですね。うん、なるほど。なんでこういうとこって慰霊碑立てへんのかなって不思議に思うよね。確かにそうですね。この場所ですごく事故が多いとかそういうのがあればな、はい、やっぱそれと紐付けてしまうけど、あれまさか慰霊碑、なんかこれでもしも慰霊碑だとめちゃめちゃやらせみたいになってるけど。あ、ほんまや、合戦跡。合戦跡やらせ。やらせです。これ やらせです。やらせじゃないですけど。で、しっかり慰霊碑ですね。っていうことなんですね。ちょっとすいません。なんで看板あるのに俺読めへんかわかる？なんでなんですか？もう漢字多いのパッて見て分かって。行くで、はい。この茨城川を挟んだ一帯を白井川原といい、はい、元気2年に後に茨城城主中川清秀が活躍した合戦が行われた場所です、はい、当時、はい、摂津は織田信長の戦略語であり、はい、攻略語です、はい、戦略三種語が名を埋めていました。しかし清秀が備えていた。ちょっと待ってください。ごめん一生懸命読んでね。ちょっと続け続け。池田氏は内紛が起き、東部氏、皇太子、半降りた方となったことで合戦が起きましたという話ですね。ちょっと待ってくださいね、うん、これ括弧の下なんて読むんですかね。織田信長の左側のが何々めていました。括弧直めていました。直めていました。収めていました。じゃあやんバーって読んでいっとったからそういう風になってるだけで、ゆっくり考えたらそれいけるやろ。呼んでる側俺やから。えでもなんか、はい、いいと思うねん俺。いやいやいや、なんかもう、はい、恥ずかしいとかないよ。下流の次に好き。下流な。
まあ、一応ですね、おふざけはここまでにして、はい、いつもですね、こういうあの児童さんとか、はい、慰霊碑があれば僕ちょっと手を合わせようにはしてるんですけども、撮影できていますと、はい、強さんにもお地蔵さんとか慰霊碑があったら手を合わせて私の住所をも伝えるようにしてくださいって言われてまして、名前であったりとか住所を言うことによって強さんのところに飛んでいくと、はい、なので僕それとプラスですね、撮影協力を今回もさせていただきます。こういうさ、はい、川とか遊びに行った時に石を持って帰って、はいはい、持って帰ったらあかんって言われへんかった、はいはい、ありますね、言われたやろ、はい、昔合戦があってやっと血が出たりとかたくさんの人が亡くなられたりして、その時からあった石とかが本の中で混ざってたりするのかな、でそこにまあ魂が入っててそれを持って帰ったらあかんみたいな、そういうとこから来てんやろなって思うよね。当時のものが残されてるって良くないって生産も言ってたからね。そうです、うん、その場から動けなくなるって言ってますね。見てたな。でこの近くに、何公園、忘れました。忘れたな、はい、そっちに移動しましょうか。はい、はい、移動してきました。はい、どうぞ。美濃原公園ですね。美濃原って読めない。はい、こちらの場所なんですけど、さっき言った橋、手倉橋のところにいたあの、まあ、落ち武者の霊もここでは出るっていう噂っていうのと、この公園の雰囲気がとても危ない雰囲気っていう情報がありました。ちょっと待って、目の前学校やな。ちょっと待ってください。はい、まあ、中学校。ああ、この公園がさ、はい、そのさっきの手倉橋、はい、で落ち武者の話があって、はい、それで、まあ、この場所を選ぶっていうのも俺分からんでもなくて、すごく、まあ、暗い場所で、はい、めっちゃ静かやし、はい、でこの辺りちょっと住宅街から離れて、はい、広い池があって、でこの池の水ってどっから来てるんかなって考えたら、もう近くがもう手倉橋なんで、はい、雰囲気は確かにありますね。怪奇現象が起きたみたいな、そんな話はないんや。はい、うん、まあ雰囲気がすごいっていうぐらいです。池、ね、を囲む感じの公園か。まあ、特になんか情報もないですし、はい、これより先立ち入り禁止みたいな手すりにも張り紙ないんで、まあ、ここでなんか、まあ、水に落ちたとか、そういった事故はなさそうですね。はい、そうですね。あ、確かにちょっとこれは雰囲気あるね。確かに夜一人で来るのはちょっと怖いかもしれないですね。ああ、確かに確かに。確かにこっちが電気してみて。ああ、これは一人では痛くないな。確かにそうですね、うん、待ち合わせ場所に選ぶのもちょっと怖いわ。ちなみにまだライトつけんでいいねんけど、はい、なんで僕がこの場所に座ってるかわかる？わかんない。ライトつけて。満開やん。満開っすね。梅かな。梅の花ですね。こんな寒いのにもうこんなんなんの？梅の花早いっすもんね。早いね。はい、2月とか3月とか。あ、そうなん。はい、で梅の花、何でも知ってんな田舎なんで。そうっす。めっちゃ綺麗やん。はい、僕桜より梅の花の方が好きっすね。え、そうなん。はい、え、そうなんとか言うんだけど、何それ、どんな話するの。全然興味なかったわそうなんやしか出てけへんかったまあでもまあほんまにこれさっきの価値のついでって感じかな。まあでもやっぱり近くに学校があったり、この水があったりとか、この暗さ、人が全然おれへん、車に帰った感じ。はい、出るんは出ると思うけどね。まあ条件も普通に揃ってますし、意見もあって、ただまあ何か感じるかって言われたら、まあそこまで強い何かはなさそうですね。はい、はい、この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？1番です。はい、お疲れ様です。はい、ノマトンネルに来ております。はい、でこちらの場所なんですけど、大阪ではかなり有名な心霊スポットで、近くに塩木場っていう
めちゃめちゃ有名な処刑場があったらしい。行ったね僕。はい、はい、一人で行きました。怖かった。まあその処刑場が近くにあることから、まあこのトンネルでも出ると言われております。なるほど、はい、いや行きましょうか。はい、いや野間トンネルは確かにね、心霊スポットって言って、はい、みんなで肝試し行こうよわーって若いうちってなるやん、はい、絶対に1回はここに来るのよ。っていうのも竹畑第三トンネル、はい、行ったことあるやんか、はい、とこの野間トンネルもう真逆なんやけど、はい、このどっちかに1回はもうみんな車で来るのよ。だからめっちゃ細かな情報まで知ってねんけど、はい、前回僕は潮木場に行ってるんですけど、一旦こちらの動画どうぞ。当時これが処刑場だった場所です。ここではほんまに数々の霊現象がもう起きまくってる場所なんで、ちょっとやばいっすね。尋常じゃないぐらいの気配感じますね。あかん、マジで震えが止まれへん。ちょっとやばいかもしれへんな、これマジで。今見てもらった動画なんですけど、これが潮木場で、はい、そこからだいたい車で5分ぐらいですかね、はい、上がってきたところにこの、野間トンネルが出てくるんですけど、潮木場と野間トンネルって、まあ、一緒とされてるんですよね、はい、でこれ野間峠っていう今この山にいてるんですけど、はい、この峠で昔まあその処刑があって、はい、でそのすぐ近くにその処刑場っていうのがあるので、そこで内首にされた亡霊がここにも出るっていうふうに言われてるのと、いまだにこの野間峠自体にまだ残ってると、はい、体が峠の下に通ってるトンネルやから、この上にいまだに骨が見つかるんじゃないかとか、はい、いろいろと言われてるわけです。この山がなんか妙見山っていう山らしいんですけど、うんうんうん、この山自体が霊山で言われてるみたいです、はい、うん、まあ、でもすごいっしょ、あの竹畑第三トンネルと同じぐらいの落語。そうですね、そんなやったら竹畑第三トンネルもアンパンマンってことやろ。はい、向こうの方が不気味やけどな。リーグはいろんな心霊スポット行ってるから、はい、正味このトンネル怖くないと思うね。はいはいはい、なんかここはもう雰囲気っていうよりも美容かなですかね。うん、楽の気多すぎてなんか大分かりますけどな。あ、本当っすね、うん、いいことやな。まああっという間にまずちょっと折り返しですね。はい、結構短くて明るいトンネルですね。うん、だからまあ一人で来ても全然怖さはないんかなっていう。ただいつもやったらなんか道がきれくてさ、全然来れるんじゃないっていう場所は一度肝試しでいかがでしょうかみたいなこと、まあ、言ったりすんねんけど、はい、ここに関して俺おすすめできへんかな。やっぱ内容が内容やから、はい、潮木場通った後に大体みんなこの後野間トンネル行こうかってなると思うねんけど、潮木場で何かを連れてきちゃった時にこの野間トンネルで事故するとか、はい、あってもおかしくないんですよね。大体の心霊スポットってという噂っていうのがつくねんけど、ガチやからさ、はい、もし来るんであれば野間トンネルだけを通りに来てほしいかな。あ、はい、やったらまあまあ普通にこれはもう山道通るのに通ってしまうトンネルやから。でせっかくなんでもう本当このあっという間で撮影終わっちゃうので、トリフィールド使っていこうかなと思います、はい、まずトリフィールドで反対側まで行って、でその戻ってくるときにディエゴと僕がちょっとスピリットボックスで、はい、会話をしていこうかなと。一応ここからはもう一切喋らないです。行きましょう。からちょっとスピリットボックス、はい、おそらくライトいらんと思うから、はい、ではスピリットボックスやっていきます。こんばんは、ヤカズです。もしよかったらお話ししませんか。歩いていこうか、はい、もし近く通りましたらちょっとだけでもお声聞かせてもらえたらなと思います。こんばんは。こんばんは。
少しだけでもここに来させてもらえないですか。もう少しで検証終わりますんで、今の間に話していただけたらありがたいです。スピリットボックスはまあ反応なしですね、はい。まあ、でもやっぱあれかな、めちゃくちゃ有名で、まあ、ほんまに心霊スポットって言われてもおかしくないような場所ですけど、仕置き場ほどではないかな。あとやっぱりですね、この野間トンネルはすごい有名で、まあ、トンネルの構造的にですね、霊がこの入ってくるっていうのも仕方ないんですけど、やっぱ比較的短いトンネルなので、あんまり霊が寄せられないんかなっていう。やっぱ霊が来る条件っていうのが、まあ、ある程度決まってまして、まあ、霧の日とか、まあ、暗闇、人が寄りつかない場所、まあ、こういった感じで、まあ、条件がいくつかあるんですけど、まあ、ここに関してはトンネルの中でもなかなか条件が揃わない場所なのかなと、まあ、一応僕野間トンネル来るのもまあ2回目で、1回目も特になかったので、やっぱ仕置き場の名前についてくる近くのトンネルなんですかね。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。案外1ですね。1で、お疲れ様です。こんばんは。はい、岸辺南地下道に来ております。はい、こちらなんですけど、岸辺駅で、飛び込み X した方の霊がここで出ると言われております。なるほど、はい、トンネルやからね、はい、すごいよね雰囲気。なんかでもあれやな、あんま大きい声出されへんけど、大阪の心霊スポットめっちゃ多かったやん。はい、120件、はいはいはい、かなんか出てきたんですけど、名前が植えてる心霊スポットだけでもすごいたくさん数があるんですけど、全部住宅街なの、はい、基本。確かに。だからね、今まで回ってきた心霊スポットっていうとこに比べると、基本的にこういう住宅街にあるような場所が多いよね、はい、さっきの橋にしても。それはそれで面白いかなっていうふうに思うけど、男性の声、普通に音ですね。人音。あ、落書きじゃないよ。落書きなのかな、ほら。こういう風に。まあ、落書き対策ですかね。あ、そうだよ。こういうのって多分、上からしづらいから。なるほどね。心理作戦よ。あ、でも確かに思ってたより長いな。確かにそうっすね。いや、でもすごいな、これ結構。最近 Amazon プライムで、はい、本当にあった怖い話を見てたんやけど、はい、ちょうどこういう地下道っていうのかな、はいはいはい、こういうところを歩いてるとカバンが落ちててみたいな、そのカバンの中から血だらけの体が出てくるみたいな、はい、を見て行きたくなったすごいよね。どっちかって言ったらこういうところってさ、あれのイメージやけど、はい、霊が出るっていうよりも昔こういうところでギャングが多いイメージ。いや、わかります。わかるよな。なんかそのなんか僕のイメージは、うん、こういうところでなんか薬の売買とかやってるイメージ。ーな、もしくはこうやって通っている通っている通っている、はい、向こうから見ている、もしくはこうやって何人かおって、はい、何人かおってアイスのやつな、はい、お金って通行料取るやつな、通行料ここは通行料とかありますけど、はい、の場所かな。でもそれで思ったけど、さっき落書き防止のためにこういう絵描いてんちゃうかみたいな、はいはい、確かにこの上から絵描かれへんなって思ったけど、これ何もなかったら、電気もなくてこの絵もなかったらほんまに暗い怖い場所やんか、はい、だから電気もこれ割と新しいの、めっちゃ綺麗、チカチカもしてないですね。してない、だってめっちゃ綺麗もん、ほんまにここ1年で好きだったんちゃう。こんだけ明るかったらな、女性の方一人はちょっとさっき言われへんけど、普通には女性一人でチャリコで通るぐらいやから、はいはいはい、まあ、安心じゃない。まあ日常的に使われているような場所だと思うので、うんうんうん、そっか、人身事故が多いから、まあ、心霊スポットになった。
人身事故が多いんじゃなくて線路内に飛び込んだ感じがあるんですね。はい、今この真上とかもこの辺に岸辺駅があるんですよね。金さん出てきたら決まるんですけど。どっちを言う？え？絶対それも絡んでるやろ、この子に。絶対そうじゃないですか。予定ではなかったんですけど、これほんまに墓地があるんだったら、もう流れてくるよね。はい。ほんまや、めっちゃ立派な墓地ある。結構な規模よ、これ。お地蔵さん立っとて、その情報はなかったよ。なかったです。この墓地からまあこう流れてくるっていうのは全然自然な流れですね。しっかりあるんだな。はい、一応普通の像だ。なんか飛んでれば音響くやん、はい、ここでずっと座り込んでたら嫌な雰囲気ある気はな。こんだけ明るかったもん、はい、この上もずっとこれ線のところこんなに長いけどですかね。そういうことですかね。か、まあ、駅なのかにしても長いですけどね。平成24年8月の完成。正しいですね。この電気だけはやり替えてるんじゃなくて、ここそんな時代は新しいんだよ。大きいかなと思ってんの。はい、線路ですね。この上線路か。まあでも線路で事故があって、うん、横に墓地があってトンネルなんで。すごいね。まあ、最近よく言ってる話ですけど、安倍さんが言うガタンゴトンですよね。これまさに一定のリズムでずっと音が鳴り続ける場所に、まあ、集まりやすいみたいな、そんな場所じゃないでしょうか。はい、はい、この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。2かな。2です。ちょっとただの情報がないトンネルやと思ってたけど、奥に進むと墓地と連結してたっていう。はい、はい、次行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。高槻地下倉庫駅といいます。はい、でこちらの場所なんですけど、大阪でめちゃめちゃ有名な心霊スポットで、まあ、通称立ち所って言われてるんですけど、この場所山の奥進んでいくと洞窟があるみたい で、うん、でそこでは過去に、落盤事故があったみたいです。洞窟。洞窟です。一旦とりあえず行ってみましょうか。一回来てもらっていいですか。はい、もうあのいろんなとこ今まで行ってきたけど、はい、こんな狭い道進んだことあんまないで。あんまないですね。めっちゃくちゃ分かりづらいですな。はい、ちゃうのよ。洞窟。はい、え、山の中に洞窟ある。山の中に洞窟あります。山イコール湿気、湿気イコール洞窟。洞窟、まあ、洞窟イコール湿気、湿気、はい、洞窟&湿気、はい、イコールやつ。やつです、うん。まあ、とりあえず行こうか。はい、やつおりそうだ。終わってるっすね。やつおるよな。おるっすね。まあまあまだちょっと広いから。はい、横幅大体まあ2メーターないぐらい。はい、縦 1.5 メーターそんなところやな。はい、若干湿ってます。はい、うん、やつが好むよね。好んでますね。うん、行こうか。いやすごいやけど、これでもさ普通に危ない。あ、危な。そういうことやね。はい、まあ、落盤事故があったっていうのはそういうことですよね。そうやんな。
一旦そこで待っといて。はい。俺バーって行って大丈夫そうやったし呼ぶわ。はい。絶対頭を震えてきてならんの。はい。うわ、ちょっとすごいんですけど、外カメに切り替えます。飛んでるね、こんな感じなんですよ。すごいことがある。さすがに当時のものではないと思うんですが、これね、天井がね、普通にもう砂なんですよ。パロッてこの指でやったら取れるんすよ、これ。すごいっすね。落盤事故があったのも仕方ない。うわ、何の音聞こえましたね、今パタって足音。中の霧がすごい。ほぼほぼ画像見えないですね。いけるで、来てみ。すごくない？これはマジですごいっすね。なにこれ。そのさ、ディエゴの今の左足見て。それちょっとな、ただの岩じゃなくない？ちょっとなんか地蔵さんとか系じゃないですか、左前。これっすよね。なんかちょっとな、はい、自然なものにしてる。あ、奥広がってるんですね。広がってるし広っ。なんかこれすごいもやがすごい霧が。見て、これなんだ、雪なんこれ。何これ、カビ。あ、湿気のカビじゃないですか。やっぱカビやんな、はい、雪みたいな。初めて見た、こんな。ちょっとな、落ち着いてきてくれる。8億9296匹ゲジゲジおる。天井見てドン引きすんねんけど。見て見て、もうこの間見て。うーわ、それね、俺ら囲まれてね、もう真上とかにもおるから。とりあえずまあこんな感じですね。これ近くに行かないと見えないと思うんですよ。進めるとこまで進みましょう。あ、ここで行き止まりです。行き止まりです。途中でさ、やめたんや。落盤事故があって、亡くなったからこの先で埋まってるっていう可能性あります。あの先は岩なんやか。はい。掘ってるところで言うたらここちゃん。まあ盛り上がってますもんね。そうや、生き埋めになったっていうことじゃない。そういうことやね。はい。ちょっとトリフィート、はい、ちょっと危ないな、これは。めっちゃ動き出してる。なんか手前がある。いくらいくら、待てる待てる。まだ行くなって勝手に大丈夫です。前曲げるほら。OK です。大丈夫です。恐怖レベル100っすね。うわ、ちょっと待って。いや、おらんすよ。おらんす。なんか枯れ葉かなんかと思います。まあ、とりあえず中入って。はい。もうゲジゲジちょっと多すぎて。いや、多すぎ。まあ、すごいこの検証しっかりできない。なので、これで終わりですね。はい。ほんまにすいません。はい。高槻倉庫に関しては、はい、これ以上ちょっと検証はできません。はい。悔しい気はな。そうですね。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？本来やったらまあ4とか。はい。ゲジ中。ゲジ中。来た場所で遺体だけが消えた。これを霊じゃないかって感じたりもやっぱするわけですよ。このいわゆるこの地区、新しいこの次元につながる扉みたいなのが開いてもおかしくはないって言うんですよ。この区間にめちゃくちゃ人身事故が起こってると、そこから全く